いたぞ、クダンだ。おやおや、もう見つかってしまったのか。この人数相手じゃお前に勝ち目はないぞ。観念してデジヘッドたちの暴走を止めろ。そんなことを言いに来たのかい。浅はかだね。ん？浅はかってなんだよ。止めるつもりはねえってことか。いいや違うね。そもそも無理な相談だってことさ。どうしてですか。理性と判断力はゆっくりと歩いてくるものだが、偏見は群れをなして走ってくるものだと知っているかい。レソーだな。それがどうした。だから私はこれ以上君たちが力を得る前に、私の曲と言葉とで民衆の不信は煽ったのさ。けどね、その後のことは知らないよ。火がついたボートのコントロールなんて誰にもできるわけがない。それくらいわかるだろう。何が曲と言葉とですか。帰宅部が一方的に攻撃を加えているだとか嘘を並べ立てて、嘘と印象操作とで人の心を煽るなんて許されていいものではありません。嘘だなんて心外だね。だって君たちは現実に帰ろうとしているじゃないか。つまるところそれはリグレットを殺し、リドゥで夢を叶えた人々を否定して土足で踏みつけることに他ならない。なんと言われてもリグレットの力で叶えた夢なんて認められない。それは正しい。しかし強者の理論だ。弱者には正しいだけの言葉は刺さらない。私は君たちのやっていることをちょいと分かりやすく伝えてやっただけだよ。決して嘘じゃない。強いて言うなら方便というやつさ。そうかな。私にはやっぱり嘘にしか聞こえないけど。いいよねあんた、ペラペラ嘘つけるくらい器用で。ニコ、やっぱあんたなんか様子が。あんたみたいな嘘つき見てるとイライラするんだよね。人生簡単そうで。おや、それなら心のままに嘘をつけばいいじゃないか。地というのは大方が悪才なりというしね。つきたくたってできない。だって何が正しくて間違ってるか私全然わかんない。嘘をついてたら全部うまくいってたのかもしれないけどさ。でも正直に生きろってみんな言ってたじゃん。言ってること違うじゃん。正直に生きてたらダメなんて、そんなのおかしいよ。ははん、君も道徳と倫理の被害者なのだね。わかるわかるよ。まっすぐ生きていたって損するだけで誰も褒めてくれないもんね。道徳の世界は大半が悪意と嫉妬から成り立っているなんてことも言ったりするね。青春の苦しみだ。とても楽しいね。うるさい。私のこれは誰かに楽しまれるようなものじゃない。駒村さん落ち着いてください。あの人の口車に乗せられてはダメです。マリエ会長のことだってそう。あ、この間だって私マリエ会長を殺してみんなが助かるならその方がいいって思った。それが正しいと思ったの。でもみんなは違って違う道を選んだじゃん。私は間違ってるの。おかしいの。もうどうしたらいいかわかんない。一応言うけどさ、マリマリを切り捨てようとしたのは別にニコちゃんだけじゃなくね。だけど先輩はその後マリエ会長に向き合ってたじゃない。なんでそんな強くいられるの。ニコ、駒村さん、そのことについては私気にしていませんから。違う、マリエ会長がどう思うかじゃない。これは私の問題なんだ。私はみんなとは違う。あまりにも醜い、すごく惨めだ。なるほどね。
大体状況は読めた。善良と不良、それ自体は相対的なもの。要は行動理念のプライオリティをどこに置くかという話なのさ。決断の重さに大した差はないよ。人の心、元より善悪がなしなんていうくらいだしね。まあ個人的にはまっすぐ善良であることなんておすすめしないね。道徳や倫理を守っていたって何の報酬もないんだから。お天道様に恥ずかしくない行動をとっていたところで誰も褒めちゃくれないんだよ。だからね、得意点を殺すという判断をした君を私は肯定するよ。仲良し小良しの同調圧力に屈せず打ち勝った君は尊敬に値する。とても人間的だ。私は君が好きだよ。うるさいな。おや、さっきからあんたの言ってること何も刺さない。上から目線で偉そうに知った風な口聞いてペラペラ喋ってさ、何様のつもり？どっかから借りてきたような言葉ばっか並べて、そんなのちっとも響かない。昔の人が何言ってたかなんて知らないよ。私はバカでも何でも一生懸命必死で頑張ってるんだ。駒村さん、何も知らないあんたが他人のことば借りて好き勝手に私を評価しないで。あんたなんか大嫌い。はあ、情緒不安定だね君。いいよ、受け止めてあげようじゃないか。見せてもらおうか、帰宅部の力というやつ。上から目線で偉そうに。僕の番だな。私が導いてあげよう。オーケー、チェッケラー。このままじゃまずい。ちょっとテンション上がってきた。最高の気分ですね。フルスロットルで行くぜ。美しき結末を求め
そう。もう迷わない。冗談。安心しろ峰内じゃなんてね。おやすみなさい。このままじゃまずい。おめでとう、君たちの勝利だ。やるね。これで君たちは英雄だよ。おめでとう。ほんと嫌い。今もそうやって一段上から私たちを見下ろしてさ。もうそういう風にしか生きられないもんでね。それにしても残念だ。もう少し早く君たち帰宅部を特定できていたら戦力が揃う前に潰せていたのにね。まあリドゥのデータを都合よく消去できるやつがそっちの味方をしている状況じゃ分が悪いゲームになるのは仕方がない。なんだそれ、どういう意味だ。俺たちにそんな人が味方していたんですか。誰のことです。さあね。でもこれで辻褄が合う。今まで帰宅部の正体がバレていなかったのが不自然だったんだよ。誰かが密かに協力してくれていたんだとしたら納得できる。どうでしょう。少なくとも私はそんなことをした覚えはありませんが。けど他に思い当たる節はねえだろ。恨み買うならまだしも助けてくれるやつなんてな。いいことしてたら親切な誰かが助けてくれるものなのかもね。あ、これは。おいおい、地震か。これで私の役割は果たせた。私の敗北によってもう一段階ステージが上がるわけだ。これはお前の仕業か。一体何が起きてるんだ。どうして私がここに一人でいるか考えなかったのかい。私一人が帰宅部全員を敵に回して勝てるわけがないじゃないか。それは逆もしかり。逆って何。ちゃんと説明してよ。同じ理屈だよ。少数の英雄の存在で対局を変えることはできない。君たち帰宅部だけでこの世界を丸ごと相手にするなんて無理な話だってことさ。たまにはアニメから引用しようか。戦いは数だよってやつさ。しなきゃ。壊れちゃう。壊れちゃうよ。
救世主は現れないのか、リグレット様は動かれないのか。風船飛んでバーンって、リグレット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 様！何が起きている？わからないかい？ほら、あれ。何あれ？ドローン？そう、私たちの戦闘はライブビューイングされていたのさ。皆を守るために学士が単身で悪の組織帰宅部と勇敢に戦うもあえなく敗北してしまう。この絶望的な状況、リグレットへの信仰も高まるってものだろう。こいつ、わざと。民衆が物を考えないということは支配者にとっては実に幸運なことだとはよく言ったものだね。とはいえこの揺れ、想像以上の荒れっぷりだ。まずいよ、建物ごと崩れちゃいそう。こいつはまずいな。みんな、ひとまず電車に戻ろう。ほら、あんたもさっさと立って。はあ？ここで死ぬ気？ていうかやめてよね。私たちが殺したみたいになっちゃうじゃん。私は敵で、この状況を招いた人間なんだよ。死なせておいた方が良くないかい？やだよ。マリエ会長の時とは違う。あんたのことなんかで一生悩みたくないもん。はっ。よくわからない子だ。あんたさ、さっき私たちのことを英雄とか言ったよね。ん？まあ皮肉だけどね。なんだっていいよ。私ちょっと嬉しかったから。帰宅部のこともこの世界のことも会長のことも全部よくわかんないけど、今の私が英雄って思われるんなら悪くない。英雄っていうのは倒れてる人が敵だって見捨てないものでしょ。やっぱりバカだね君は。正直で浅ましくてとっても人間らしい。知ってる。でもそれが私だから。ほら、こういう運命なのさ。さっさと行きな、英雄さん。ダメです、あなた一人を置いていくなんて。そうだ、今だって駒村君を救ってくれた。たまたま、そういう気まぐれだよ。次はないさ。ほら、もう限界だ。それとも一緒に死んでくれるかい？行こう。駒村君、行きましょう。敵のこの人を助けるために、みんなにもしものことがあったら。そんなの絶対嫌なんで。それでいい。君は自分の意思で選択と判断ができる子だ。周囲がどう言おうが、
君は君のまっすぐさを貫くべきだよ。だからその上から目線やめて、ニコを勝手に評価するな。また会えることを願っているよ。絶対絶対お断りなんだから。あの子を見ていると父を思い出すね。しかし私はここまでかね。ブラフマンの待ち望んだ結果と好機だ。私なんかの帰還を待てなくても仕方ない。なんてね。呼んだか、ご主人。ああ、呼んだとも。君に最後の役目を与えようと思ってね。役目？ああ、役目だ。ここからの脱出を手伝ってくれ。いいかい？承知した。はあ、君のように制御を他人に委ねてしまえば、自ら考えることもない。心を凍らせる冷たい夢も、身を震わせる恐ろしい現実も見る必要がない。まったくリドゥらしいよ、坊やは。姉さん、早く早く！走るの苦手なの。お前ら、全員乗ったな！発射！あれはメタバーセスだ。メタバーセス？なんだか強そうね。メタバーセスは人々の無意識が集まって、それが飽和することでできた天皇世界だ。キーや母、アリアちゃんたちが今みたいな心、自我を得たのもメタバーセスの中なんだ。あ、消えた。あの、あそこにいた人たちはどうなってしまったのですか？わからない。この線路はどこにつながっているんでしょうか？進んでいくしかねえだろ。もうどこに着いたって驚かねえよ。とっても怖い。怖いけど綺麗な場所ね。あれは、ここが終着駅。
もしかしたら僕たち自身の終着点なのかもしれないね。後戻りはできそうにねえな。どうしてニコたちここにいるんだろう。おそらくその答えは誰も持ち合わせていないでしょう。ただ進むしかないのね。あのピカピカの塔には何があるのかしらね。きっとキューピーの言っていたエピメテウスの塔だ。学士たちのアジトはメタバーセスにあるとはな。見つからないわけだ。見るからにラスボスのいる場所って感じだもんね。ったく、なんでこんなことになっちまったんだ。責任者出てこいっつーの。マジかよ。リグレット、何のつもりだ。言いたいことがあるならはっきり言いたまえ。消えた。今のは幻。全員の視覚情報に干渉してきた。やっぱりあの塔の上に本物が。チッ、ここでグダグダ言ってたって仕方ねえ。さっさと来いって煽ってんだろクソが。おらー、いい度胸だ。やったらー。部長もやる気だね。まあ他に道はないんだけど。気持ちの問題だこれ。気合入れていくぞ。おらー、それじゃあ行こうか。きっとこれが最後の戦いになる。ここから先は厳しい戦いになるかもしれない。何かやり残したことはないか。いやいや、やり残したって言っても戻りようがないじゃん。実はクダンを倒した時に目覚めた力とメタバーセスの力をちょこっと借りて新たな力を手に入れたのだ。メタバーセスに散らばっているリドゥのマスターデータをコピーし構築できるようになった。バカにも分かるように言ってください。崩壊直前のリドゥに戻れる。偽物だけどデータ上再現できてるはずだと。すごくない？すごいだろ。本当にすごいじゃん。やり残したこととか取り残したものがあれば戻るのもありかもな。ねえねえ、今回の技名は？毎回こっそり楽しみにしてるのよ。マスターキーで行こう。勝手に決めるな。